はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。コラボ情報、単身。ひまそらさん、コラボを支える会の北原みのりを提訴、訴えた、そうであります。北原みのりって、靖国神社を全裸で冒涜したやつでしたっけ？いずれきつい罰が当たるといいな、思ってましたけれども、提訴されたことできつい罰が当たるといいな。自称慰安婦の支援団体正義連っていうのが韓国にありまして、それにの日本支部にあたるですね、希望の種基金の理事だそうであります。つまり共産党コラボ正義連希望の種つ年頃関係ということでしょうか。どういう理由で訴えたのかはまだ公表されておりません。いずれ詳細が公表されるそうなんで続報待ちであります。LGBT 法により、まあ日本以外で、全部あるっちゅうからね、G7 日米英独仏かいの7カ国だっけかな、アメリカ、自称女性が女子トイレで自慰、気持ち悪い自称女性が女性と一緒に女子更衣室を使用しトラウマになる女性も、というですね、アメリカではこんな感じになっておると。ネットの賢者によるですね、日本で LGBT 法が成立した未来予想がいろいろ話し合われておりました。女性用更衣室浴場に性自認を受賞するチンコのついた男性が乗り込んできて追い出したら、差別で弁護団が組まれて訴訟、支援団体が公金中中、潰したい温泉旅館の女子風呂に自称女性が退去、営業妨害するってことかな、銭湯に行けなくなる、LGBT 当事者に何の恩恵もない件、女性専用車両が無意味なものに、自称女性だっつおっさんが入り込んでったら無意味なものに、履歴書に LGBT を書いておいて落とされたら差別と騒ぐので雇用せざるを得ない、不合格にすると差別と言われるので入学試験で下駄を吐かせる、社会にヘイトが満ちると、散々な未来予想が話し合われておりました。困難女性支援法との合わせ技でですね、自称女性のおっさんが困難女性ってことになって税金数支援対象になるっていうことも考えられますね。したら俺もですね、今のうちから心は女性ですって言っといた方がいろんな恩恵得られていいんだろうか。これ男女と LGBT 当事者にとって分断と憎悪を生むだけで何の得もないのでは。得すんのはですね、公金中中する族と弁護士連中だけでは、社会の不安と混乱が目的なのかな。社会の安定と繁栄は商売上がったりで連中の敵ですからね。なぜそうなるかは千年王国で、ウィキペディアで千年王国ご覧になってください。詳しく書いてあります。 LGBT 当事者を不採用にできない、不合格にできない、立ち入り場所を制限できないとなったらもう無敵じゃんね。これLGBT 貴族という新たな無敵の特権階級を生み出すことになりませんか。少し何十年か前の童話みたいにさ、憲法14条、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。これね、優遇もダメなんですよ。優遇も。すべての国民は、根拠なき優遇はダメなんですよ。その他の人に、は相対的に冷遇になるからね。完全に違反してますね。平等じゃねえじゃん、こんなの。LGBT 貴族様は。差別されたくないどころか、やりたいほどやってたら、憎悪されるようにもなりますね、LGBT 関係者が。もうやめちまえって、この公金族しか得しないような、悪法はね。これむしろ LGBT を見かけたら関わらないようにしようって、なってしまう差別を助長する悪法では、ないか、と私は思うんですけども、皆さんどう思います？これね、弱者創造スキームと呼んでますけど、
慰安婦、徴用工、童話、若年被害女性なんかと、あの次に狙ってるのが LGBT、 貴族、お貴族様の誕生で支援事業をやんなくちゃっつって税金吸うつもり、ついでに世の中も混乱するといいなみたいな一石何鳥もの事案ですね。陰気でネクラで嫌われ白人の女の子に手をつないでもらえなかったキモ少年、元秘書官のホモキモイのオフレコ発言を LGBT 関連団体に謝罪、いい人ぶりたいが国を滅ぼすと私は思ってるんですけど、まあそのままの事案だな。ネットの話、単なる個人の感想で総理が謝ってんじゃねえよ、謝っちゃうとかアホだな、単なる感想まで謝罪っておかしいだろ、前例になっちまっただろ、本当に岸田は政治センスがないな、ことごとくやること間違ってる、アンタッチャブルな存在がまた増えちまったじゃん、LGBT 貴族の誕生ですか。この団体が果たして LGBT を代表しているのか怪しい、ゲイだけど勝手に代表面しないでくれ、俺らは同性婚なんて求めていない、してみたら同性婚推進してる団体なのかな、理解の押し付けはやめろ、なんかうるせえから謝っとけ、河野団は、なんかうるせえから謝っとけ村山団は、全く進歩してないな、ことなかれの政治や根性ね、女の子に嫌われたのもわかるな、岸田少年が肝がられたのも、一国の宰相が要求されたわけでもないのに軽々しく頭下げんなっつうの、したら俺らまで下げたことになっちゃうじゃんね、いや要求されても謝んな、前例になっちゃうべってこの団みたいに、本当に言ったかどうかわかんないし、録音でもあるんですか、言ったとしても個人の感想でしょ、別に憲法14条で禁じてる政治的、経済的または社会的関係において差別じゃないでしょ、差別してない、そういう感想を許すのも多様性では、ホモキモイっていう感想も許すのが多様性では、いくらでも反論できんのにさ、本当の本当の本当に頭が悪くて政治センスがない岸田総理、この点ではですね、あの選挙違反を咎められてもギャグ切れして決して絶対謝らないパヨを見習え、謝罪を求められてもいないのにいい人ぶりたくてわざわざ出かけんなっつうの、それが国滅ぼすっつうの、地獄への道は善意で舗装されているって言葉知んねえのか、知ってても中身理解できねえのか、いう話ですね。民放連、外資規制で総務省に意見書を提出、外国人持ち株比率を引き上げてほしい、今 30% ぐらいでしたっけ、 20% ぐらいでしたっけ、日テレと、フジテレビ大幅に、違反してんだよね、違反状態、盗っ人たけだけシートはまさにこのことであります。ネットの話、むしろ引き下げろ、テレビ捨てたからどうでもいい、スタッフ外国人だらけで今更、これまでになく安全保障が重要される中、何言ってんだバカ、電波オークションが先、これ認めたら総務省はアホ、何のための外資比率の規制か分かってないだろ、安全保障のためですよね、ついに外国語でニュース読み始めんのか、今んとこロイターとブルームバーグしか報じていない闇と、まあ産経もフジテレビですから、産経新聞ですら報じていない闇と、今でさえ違反してんのに今の違反を違反じゃなくしてくれっつってんですよね、これ盗っ人たけだけしいな。局アナ、 TBS ではハングルができないと出世できません、バラしてましたもんね、自社株発行してですね外国人の持ち株比率下げるっていう考えはないのか、それとも不可能なのか、やりたくないのか、よくわかんないですけど、フジテレビの年間利益がですね、4000万とかになっちゃいました。もうすぐ赤字転落ですね。追い詰められてるんですかね。まあ、自業自得ですけどね。盗っ人たけだけシートはこのことだな。斉藤参院国対委員長立憲、ガーシー参議の処遇会議で、党内で協議した結果、除名もやむなしと申し上げたと、いうことで、まあ、自民もいろんないだろうな。立花、国会議員が出席するかしないかで誰に迷惑をかけているのか、納税者納税者国会に来ないだけで身分を剥奪するのは非常に危険だとか、
わけのわかんない尻滅裂のことをほざいっちゃったみたいなんですけどもね。ネットの話知らんがな。普通の会社ならとっくにクビ。とりあえず企画させたら、選挙をおもちゃにするこいつらこそ民主主義の敵。政界の闇全然暴いてないじゃん。警察は除名待ってると思うよ。今だと逮捕許諾請求しないといけないし、令和とこいつらが比例代表制の信頼を失墜させている。令和1年ごとに変えるわって言ってましたね。あの水道橋博士辞めちゃって、鬱になって辞めちゃって、再発防止の法整備をと。まあ予想通り除名になりそうですね。公開開国来ないから不可能、公開陳謝来ないから不可能、党員謹慎そもそも来てない、除名これしか懲罰効果ない。国会に来てないだけで身分を剥奪するのは非常に危険だと言ってますけど、だけってなんだよ。だけって会社に来ないだけ首、学校に来ないだけは退学でしょ。これが当然。なんで議員だけ例外なのか、特権階級でもあんですか。それに国会議員の党員はですね、国会法に定められている義務、法的義務ですから、身分を剥奪するのは非常に危険。誰にとってどのように危険なんだ、説明しろ。そこ、むしろ懲罰しない方が今後の民主主義の危機じゃないの。これ前から知ってましたが、いよいよ立花気狂ってきたみたいだな。早く辞めててよかったと。警察は逮捕許諾請求が面倒だから除名待ってる。除名確定で逮捕状出て国際指名手配ってことになりそうですね。なんせ脅迫より一段上ですね。反社に使われる常習脅迫容疑ですから、普通の脅迫とはわけが違う。暴力団とかに使われる反社会的、反社に使われる常習脅迫。いつも脅迫してんだこいつは。ということに取られてんだから、立花も犯罪と知りつつですね、暴露で得た人気を利用して当選して通りを得たんだから、通りを得てるんだから、政党助成金1人より2人の方が6000万ばかし、多いんだから、共犯に取られる可能性大です。これ、執行猶予取れて収監される可能性大です。最高裁まで頑張って言うの、思っていくかもしれないですけども、死刑なんかと違って刑事の裁判はそんなに時間かかんないからな。最高裁まで行ったところで1年ぐらいでしょ。その前に除名になったらですね、まあ大報道するだろうな。 NHK は喜んで大報道、民放でもワイドショーでガンガンやるだろうな。N 党選挙全敗の可能性大ですね。今なんか女の子集めて遊んでるみたいですけど、選挙おもちゃにすんなっつーのね。というわけで、日本改革党ではメール党員様を大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてですね、そちらからご登録しなさってですね、日本改革党を支援してください、支えてください、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。